はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、権現坂昇です。さあ本日なんですが、鳥獣神道若牛くんがね実装されまして、診断皆さん向きましたでしょうか。本日は鳥獣武者デッキを使ってですね、クソゲーをお見舞いしていこうと思ってます。宇宙最強、不動のデュエル（相手が）鳥獣武者 DDB 先行ワンキル、こちらをね、ご紹介していこうと思っています。はい、まあ鳥獣武者って、まあ、何ができるかっていうと、この若牛っていうモンスターがもっといかれてこうか持ってまして、まあ展開力すごいんで、まあ何でもできるんですけども、展開系デッキだったら、展開系の終着点って皆さん何だと思いますか。展開系デッキの終着点、それがですね、先行ワンキルなんですね。本日ですね、このダークタイプボンバーという、イカラタ性能をしているこのモンスターによってワンキルをするというね、こちらの鳥獣武者、これなんと鳥獣武者モンスタープラス手札コスト1枚、はい、まあ、若牛または岩闘士またはバイク、または第8、この、全部で12枚のカード、どれか1枚プラス手札コスト1枚から先行ワンキルを できる、そういったデッキをねご紹介していきたい。そして見ていただいたら分かる通り、デッキ内にかなりその無駄なカードがないと、省いてあるということで、かなりしかも貫通力もあると。誘発、誘発ね、きつい誘発はね2種類あって、まあ、増殖する G とあとドロール&ロックバード、これがかなり辛いんですが、まあ、この2種類以外の例えば無効系エフェクトペーラーであるとか、なんかまあウサギであるとか、まあ、ニビルとか、ウララとか、この辺はね結構貫通できます。はい、しかもバロネスが出るんでね、その後から打てる誘発とかは、まあ、このバロネスで無力化していけばいけるかなというところで、まあ、バロネスを出しながら、手札プラス、コスト1枚からワンキルしてくる劇的最強デッキ、分回していきましょう。流行ったら終わるデュエル、スタンバイ。うわ、最強カード来たー、禁止令。しかもガンマもある、ガンマもあるぞ、ガンマもある、これはでかい、禁止令。いやこれ、いや増殖する字って言いたいけどな、でもガンマあるから撃たれるだろう多分。ちょっとわかんねえ、これ甘いかな。これじゃちょっとドロールって言っていい、これね多分 ね禁止令があるときはね、増字って言って、増字撃たして、あ、ガンマがあるときか、ガンマあるときは増字って言って、あ、なんかありそうな気がするんだけど、これありそうじゃね。チェーンあったよな、今チェーンあったよな、今チェーンあった、俺は見逃さなかったぞ。G なんじゃないのこれ。いや、そうだね、チェーン打ってるよね。いや、多分ここに打ってくれ、頼む、ここに打ってくれ、頼む、増字ここに打て、特殊化するぞ、特殊化するぞ、いいのか、いいのか、来たー、ちょっと食らえ、かかったな、アホが。サンダークロス、スプリットアタック、よし、取った、オッケー、神ゲー起きたー。ガンマケアを怠ったお前が悪い。ちなみにこれデッキね、結構ね、ガンマくらいしか誘発ケアできない感がありまして、とりあえず一回バロネス作りますわ、脳死で。一旦バロネス作ってからこれ以降の誘発ケアしよう。で、アクセルシンクロサーズドラゴンの効果はそう、こうして、さあバロネスちゃんでてめえの、あと残り手が、まあ、4枚の中のうちの1枚の誘発、これを無力化していく、一旦ね、まあ一旦ね。で、岩闘士召喚、こっから一旦かかし出して、こっからね、まあバロネスがいるんで割と安心して、あ、ちなみにロイヤル加工出ました、かかしのロイヤル加工出ました、ありがとうございます。まあすぐどっか行けるね、この人で。ビッグベン K の効果を発動して、で、まあ、これはまあ岩投資かなんかでいいんじゃねえか、まあ、枚数足りてそうしな。で、仲裁の効果を発動して、装備してリリースして動き、いや、カカシーの効果使った方が最大な。これで、ギアボックスしてる、で、岩投資、何もね、察しのいい方であれば死んでるんじゃないかっていうね、のは、お分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとまだ分からない方のためにね、一応、今節丁寧にちょっと解説をしていこうかなと、思うんですけども、カカシがちょっと邪魔なので、これリンク、モンスター、
の素材になれないという効果がありまして、これクソ邪魔なんですよこいつ。マジで邪魔なんで、こいつはちょっと一旦処理ましょう。おティンティンビンビンさん出して、はい、でビンビンになって16に逆らっていく、俺の一部が16に逆らっていく、俺の一部が16に逆らっていってバイク出す。まあ、こんだけ並ぶからね、モンスターが並びすぎ、並びすぎだよな。あとはバリスティックでサーチ入れんだけど、ちょっと待って、これサーチめっちゃ入れていいから、もうちょっと2枚バトンしたいでいくわ。このモンスターは確か OCG だと制限カードになってるはずなんですけども、マスターデュエル君ね、まあ全部3枚とも使えるということで、まあ終わってんですけど、バリスティックシューティングの効果と岩通しの効果を2回とも発動していく。で、岩通し、これは何をサーチすればいいかというと、ガイアブースターをサーチして、これペンデルム召喚もはやする必要ありませんね。ペンデルム召喚しないでいきます。まあ、いつもだったらするんですけど、もはやしないでいけるということをね、ちょっと皆さんにお伝えしたいなというふうに思ってます。で、こうして、まあ、でも一応するか。まあ、どっちでもいい、正直これ。マジでどっちでもいい。ペンデルム召喚してもいいし、しなくてもいい。はい。ちょっとしないパターンでいきます。はい。まあ、これ、バルネスが普通に出ると、もはやペンデルム召喚さえ必要ないということをお見せしましょう。で、レベル4のモンスターみたいで、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。これ、ギャラクシーデッキからよく飛んできますね。ギャラクシーフォトンドラゴン。あ、で、ちなみに多分ね、これ動画公開するときには、デッキレシピのところにね、解説とか一応載っけておくから、ニューロンの方の。なんで、そっちの中、よかったら文字ベースで読みたい方は、そこのね、解説読んでいただければわかるかなと思います。はい。一応、まあ、やってることは、こういうね、ことなんですけども。で、これ、機械族になったんですよ。ベスペネイト君が。機械族なんで。で、機械族にすると何が起きるかっていうと、こういうことが、こういうことが起きて、で、こういうことが起きると何が起きるかっていうと、トークンがめっちゃ出て、はい。ウィー。で、ラドンちゃんの効果発動しまして、トークンリリーシング&雷天爆弾レベル10。あ、これトークンの数だけ。レベルが、トークンのレベル分だけ上がるっていうレベルがね。原熟モンスターの共通の方法を持ってるんだけど。で、ダークダイブボンバー出してきる。で、一応若牛の効果ペンデラムスキルに置かれるという効果。まあ、これどっちでもいい。で、ライテンの効果手札ぶん投げるとトークンが生まれるっていう効果。これ1ターン1度の制限は一応ありません。2回まで使えるとあったから。ちょっと。これで、まあいいや、トークンがこう出るじゃないですか。で、レベルが、ギャラクシークイーンズライトの効果で43になるんですよ、これ。で、DDB の効果、DDB って言いながら43リリースすると8600ダメージ、パーンっていうね。うん、まあ対戦相手は壁。禁止令2枚は草。じゃあ、ちなみに皆さん、すみません、だいぶ鼻声だと思うんで、ちょっと聞きにくかったらすみませんね。本当にね、まあ今4歳の娘からですね、風邪をね、もうね、もらいまくってますからね、私。4歳の娘からの幼稚園でもらってきた風が、お父さんに移りまくってね、マジできついから、もうちょっと雪うさぎとドローランドロックマンのケアするわ。はい。まあ、増殖する字はチェーンされて意味ないという話ありますので、で、これで岩通し召喚で。岩通し、または、バイク、または、第8位、または若牛、どれかをサーチというか、手札に抱えられれば、ワンキルは一応セールです。ワンキル、プラスアート1枚コストで。はセールする。てか、あれか、手札、捨てにコストあるから、でも、後から察知してくるやつがあるから、あれか、大丈夫か。手札1枚プラス、なんか、どれかの1枚でいけると思う。で、ペンタルスキル貼るじゃないですか。相手のがね、誘発何持ってるかみたいなのはね、結構その、チェーンで、ラグ読みがなんか上手い人だったらなんかこのデッキになってより使いこなせるんじゃないかなっていう気はするね。あぶね、光ってるからなんかたまに若牛の効果使いそうなんだよな。若牛はちなみに鳥獣武者、手札を捨てると鳥獣武者デッキから何でも出せるみたいな効果なんですけど、その後鳥獣武者しか出せないっていう効果が、ついちゃうので、まあ、この効果はあんま使わない。っていう方も純正鳥獣武者っていうデッキ以外は、まあ、使わない。純正鳥獣武者って、
なんやねんみたいな話だけどね。あのまあメインデッキはこれ結構純正なんだけど、チェーン1岩通し、チェーンにアクセルシンクロスターダストドラゴン、チェーン3若ウースイ効果。そうあの多分ファンデッキ構築も動画にすると思うわ俺。あのもう制圧型とか正直一番強いと思ってるんだけど、だ一番強いデッキっても多分みんなやるから、制圧型がちなみに誘発受けもね結構、まあ、誘発受けっていうか自分が誘発いっぱいやるから、誘発されても誘発打って相手の展開止めればいいみたいな話あるから、まあ一番強いなと思ってるんだけど、まあただ先行アンケル、まあ、クソデッキ実況チャンネルじゃないですか僕のチャンネルって、まあなんでさすがにやっぱこれやりたかったなっていう話がありまして、すいませんと、言いながら仲裁をカカシに装備、あとロイヤルカカをカカシっていうのもあのやっぱちょっと相手への煽り性能高いよな、お前は今からお前殺すっていうことでいいわね。で超寿命者お天気ビンビンさん出してから、こうしてで恩味2出して、恩味2出して、で恩味2マジ強いんだよな。これニベルゲアとかも結構しやすくて、恩味2ってなんか出てくる時の条件がフィールド上に魔法、墓地に魔法トラップカードがない場合っていう条件なんで、めちゃくちゃ簡単なんですよね。なんでちょっとやべ、余計な話してると間違う。待って、同心じゃない、間違えた。第8。で、バレスティック効果、ボックス。で、ボックス効果、チューナーじゃないといけないんだから、これはだから同心でよくて。で、ペンデュラム召喚していく。ペンデュラム召喚するときに手札2枚やればいいですね。ああ、まあ後から増えてもいいんだけど、あの岩投手の効果で、で第8を縦にして、これ手札コストも稼いでいくという感じですね。はい、岩投手で、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワーク構築。同心君はちなみにあの実質中南なんで、これ残しておいてください。おい、で効果、そうギャラクシーモードラゴン効果、ギャラクシー、ま、これちなみにこのワンキル流行るとギャラクシークイーンズライトが規制されるっていう話ありますよ。ギャラクシークイーンズライトワンチャン規制されるっていう、よくわからない。まあ若牛を規制するのが一番早いと思いますけど、ね、基本的には。まあただ若牛って発売直後だから大人の事情で多分規制されないんですよ。多分パックだから2ヶ月は多分何も規制されないから、だからまあもし超寿命者、まあ、先行ワンキル方もし流行ったんだけどね。でもね、こういうね、ゴミみたいなね、デッキがね、流行ることは多分、なんか誘発気も悪いし、なんかないと思うんだけど、もし流行った場合は、やばい。さすがに、コナミ緊急規制、あり得る。ワンチャンな。まあ、ただね、結構メタリアスいデッキっちゃメタリアスいがね、一応ちゃんと誘発、あれば、まあ、止められるデッキなんで。で、同心君の効果で、これ、手札が墓地から超寿命者をね、呼び寄せるよっていう効果あるんですけど、これでバイク出して、で、ライディングデュエルアクセラレーションする。で、ライディングデュエルアクセラレーションからのデッ、ダック、ダイプバンブ。デッ、デッ、ビッ、デッ、デッ、ビッ、デッ、デッ、ビッ。で、ライテンの効果、これ、ターン1じゃないんで、多分手札が、あれっすね、これさっきなんか、ターン1、ターン2回ぐらいかと思ったけど、ターン1だったこいつ。あの、ターンが、手札がめっちゃあれば、なんか死ぬほど得んでる。だから、レベル43。うおー、何レベル43。さよなら、さよなら。遊戯王って面白いですね。なるほど、龍一。禁止令発動。増字だけちょっとやっぱね、きついよね。ドロールはまあ、この禁止令っていうカードでケアすれば、打てないんだけど、まあ、ちなみに相手が持ってるかどうか一生わかんないけどな、禁止令のせいで。さあバイクちゃんの効果発動して、岩戸、天の岩戸、いや岩戸を持ってくる。岩戸ってつくもんさ、ろくなもんさいねえな。岩戸氏がねアクセスできないと。なんかありますねこれ、なんかあんな、これなんだ、なんか光ってるぞこれ。おい、いや何これ、なこのタイミングで光るかと、何これ、え？無限法要とか、無限法要きつくね普通に。バイクを持ってきてるから、まあこれさすがに仲裁を
加えましてからの若牛を爆誕させていく。で若牛効果、さあ前に出ますよ。なんだウサギかこれ。え、草、もしかしてペンデラムスケール2個割ろうとしてる。これやば、超級武者メタになってんだこれ。本当になってる、それ。ウサギでよくないか。ウザ台風とかいうカード、普通にうざいわ。劇的にキメーカード、どうしよう。まあしょうがないか、これ増殖するうちぶん投げしかないよ。多分なんか、いやもういけるんじゃねえか。でもさすがになんか反動結構強そうだぞこれ。岩通し出す、岩通し出したいです。エビトベーラー、いや強っ、ハンド強いで、ね、誘発ちなみに2回撃たれたら結構止まらざるを得ない時あるんですよね、さすがに。仲裁を発動して、いやただこっからはどこまで伸びるかちょっとチャレンジしてみますわ。これお手手ビンビンさん出してくると、墓地のモンスター釣れるんで、まあ、こっから展開を伸ばすことももちろん可能となってるんですよね、このデッキで。一応岩通し持ってきてから、まあ、リンクしてみたいな動きしていけばいいので、バリスティックで効果発動、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 これでだから、多分スケールも、スケール合わせられる方がいいかな、これ、多分。で、スケールを合わせに行きますよと。これで、1と8のスケールが揃いましたよということで、ですね、ビッグ弁慶を発動。超人武者いねえから先サーチいらねえの、ちょっと痛えな。で、ペンデラム召喚していきましょうと。こっから、まあ、このモンスターの数を使ってなんか盤面強くしていけばいいんだろう。ほらなんか無限にモンスターは前に出るからよ、こうやってよ、ベンデラム召喚さえできればな。こっから盤面作ればいい。やべ時間ね、時間ねえんだけどこれやば。ちょっとナチュルビースティング出していく。いやーこれナチュルビーストだったのかなこれ。本当に普通に2部校でよかった説もある。あーここね、バロネスとね、サベージも一応できるんですよ。だからそれはね、なんかちょっとあれだね、どっちがいいかは謎ではあるよね。あるよね。まあ、その超重武者、うわ、サーキュラあった。やばい。サーキュラやば。いや、これ止めんのマジ。ダランベルシアンでよくね、止めんの。ベルシアンでよくねえか、止めんのって言う説あるよね。リンクデコーダー。なるほど。やるやん。リンク伸ばしてくるつもりか。ダイヤ！は？お前制限カード積み木してんじゃねえぞ。やばいやばいやばい。ちょやばいやばい。ちょダイヤ、サーキュラーダイヤはないわ。まあこれ無効にするしかないんですけど、無効化するしかないんですけど、まあ無効にしないと一生ダランベルシアンが多分生きて、睨みを利かしてマジでうざいんで、こうするしかないじゃん。え、これマジやばくない？やば。すべてが無に帰される、もしかして。あかん、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 やべえ。いや、すべてを吹き飛ばされた。すべて吹き飛ばされた。きっつ、きっつ。マジ？これさ、ダイヤ入りのさ、あれだよね、多分ダランベルシアン作られるよね。一応、まあ、3名だからラプラシアンは出ないけど、いや、きつ。ああ、やばいやばい。あかんあかんあかん、やばいやばい。で無効効果使わせないとあかんか。これちょっと無効効果を使ってもろて、でクリフォーとゲニウス出す。多分これ使ってくれ、そろそろ使え。あ、てかこれやばい、通んなかった、危ねえ。これ通んなかったら普通にやばった。冷静に考えたらこれ無効にされてたらおしまいだったもんでは。まあ一旦ね、はいはいで、はい、やべえ、ちょ、わかんねえ、わかんなくなってきた。いや、残り20秒、時間ない、わかんなくなってきた。無効効果使われる。まあ、しょうがない、これレギュラースターしたけどな。あかん、あかんかもしれん、これちょっと、マジで、やばいやばいやばい、ちょっと時間ない、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 もうこれしかなくない。ちょっと待って、もうこっちの方がいいか。ちょ、あー、やばい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 、ちょっと、ね、ガンダムに任せるしかないわ。
ガンダムゲーするしかないバトルフェーズ。やばい。うん。うん。メンツ。あい。あい。あーっ。あい。あい。先行ワンキル。失敗した時のリカバリー分かんなすぎて時間がないです。ただアーゼンスで流せば関係ないから。全部流せ。うおー。おりゃー。耐えた、耐えただろ俺。さあ諦めて、さあ諦めてください。さあ諦めて。うわ、なんだこれ、クリスタルハートか、これクリハ。あー、なんか入ってきた、ターンか。え、ターンか入ってきたんだけど、マジ。なんか分からんけど勝てそう。なんだこの謎展開、意味分からんけど勝ったわ。先行アンキル失敗しても勝ちました。多分この時最強です。